1> 元1 8 0 1系7 6 9号は宮崎県福島市二条と広島電鉄750系電車とは1965年に登場した広島電鉄の路面電車である1960年代当時の広島電鉄市内線は150型や400型をはじめとする戦前から活躍する四輪短車が大量に使用されていた本形式は 輸送力の小さいこれら単車を置き換え、大幅な輸送力増強を図るために導入されたものである。広島電鉄では、これら旧大阪市電の13メートル旧車両3形式を導入する際、1601K1651K1801 型をすべて750型として統合し、形式順に連番とした。なお、車令の古い元1601型は、 一足先に廃車され、しばらく留置されていた車両も解体され、減損していない。元1651型と元1802系の外観の違いは少ないが、前ドアが折り戸だった1651型と引き戸だった1801系の違いから、前ドア周りの処理が微妙に異なる。また、使用されている台車が元1651型は、ブリル、元1801型は、 大阪市電型になっている。現役で営業運転しているものは元1651系の762号のみである。導入当時は広電標準色のクリームとグリーンであったが、その後旧神戸市電や旧大阪市電に2601系導入の際、経費節減から塗り替えずに使用されたことが観光客等に電車博物館と呼ばれて好評を博す結果となり、 本形式も大阪市電色のクリームと茶色に戻されている。つまり、実質的に広電が動く、電車博物館の異名を持つに至ったルーツといえる、車両である。なお、廃車された一部車両のモーターや機器は、700型へ流用された。1928年から1929年にかけて製造された、ウィンドウシル、ヘッダー、一段加工窓を持つ古めかしい携帯が、 特徴である。広電には14両上とされ、そのうちの重量が751から760となった。老朽化や700型に機器を提供するために廃車となるなどした結果、本グループは現存しないが、花電車用に改造された1両が過50型になって残っている。また、 広電に譲渡された元1601系の残り4両は2500系2511から2514号に改装された。1940年に山水車を種車として木並車両で製造された。広電には4両が譲渡され761から764号になった。現在は762号のみが在籍している。 大きな窓を持つ金星の取れた車体で、1701型や1711型などや、車体長が、やや短い2001型などの原型となり、また戦時中の路面電車向け標準車体とされた。ことから、他地区でも同型車が製造された。650型も、車体長は異なるが、携帯的な共通点は多く、兄弟分に当たると言える。携帯のルーツは、 米国パシフィックエレクトリックのハリウッドカーコと600クラスあたりにあると思われアメリカンスタイルを日本風に昇華したデザインと言える折との引き戸化は広島電鉄への譲渡後しばらく経ってから実施された1950年に製造された広電には8両が譲渡され765から772号になった元 1651K グループとは扉上部に昇和 R がないこと 台車が大阪市電系であることが識別点である766号は1982年に廃車された際テレビドラマ西部警察パート2の日本全国縦断ロケに当たって広電宮島駅構内で爆破シーンの撮影に使用された路面電車の乗客と運転手を人質にとっての電車ジャックの後テロリストが 電車に仕掛けた爆弾が大爆発というストーリーであった。撮影に先駆けて755号と車番を交換している。撮影の時は766号は登録上は755号だった。772号は2015年7月にミャンマーの鉄道電化計画に伴い3000系、電車に編成とともに同国鉄道省に譲渡された。768号は 後日のイベント車両に改造された768号トレーンルージュ2016年6月に768号をイベント電車トレーンルージュに改造し路面電車祭りにおいて披露された外部デザイナーを一切通さずメーカーと競技を重ねた上で制作車内はテーブル席26席とビールサーバー冷蔵庫映像音響機器を設置 2016年7月1日からビアガーデン電車として運行開始、同年の広島東洋カープのセントラルリーグ優勝記念列車にも使用された768広島電鉄の路面電車、ミャンマーへ電化計画に対応レスポンス2015年7月14日、AB 広島電鉄、車内で食事できる路面電車、トレーンルージュ公開。 元大阪市電768号を改造。レスポンス2016年6月12日。ビール電車の運行について、運行期間延長。広島電鉄2016年8月17日。ありがとうございます。